小林エツ子です親しい人からはエツスと呼ばれていますパリに住んでいます日本アルプスがある長野県で育ちました海外に住むのが小さい時からの夢で19歳の時に初めての海外旅行でパリに来ましたその頃はフランスの洋服ブランドが好きでパリで直接買ったら安いと思っていたのです でも実際はそうでもなかったのですがその代わりに私はパリに恋をしてしまったのです日本に戻った頃にはパリに住まなくてはいけないなと思っていましたそれでパリに住んでアーティストになる決心をしたのですなのでパリには強い意志を持って戻ってきましたパリに住んだ9日目に パリで有名な通りの一つにある59リボリというヘンテコリーナスクワットと出会ってそのエネルギーに吸い寄せられるように毎日通うようになりましたそしてそこのアーティストのブルちゃんと出会ってすぐに付き合い始めブルちゃんのアトリエで絵を描くようになりましたそしてある時リボリのアーティストたちに アトリエが欲しかったらここがあるよと言われたのです。それが2001年のことです。2018年現在、私は今も絵を描き続けています。そして、ブルちゃんに恋しています。